Hello everyone. 葉山の簡単カタカナ英会話です。今回は目白押しの横須賀で行われるイベントをお知らせしたいと思って急遽動画をアップしています。5月12日から行われる横須賀オクトーバーフェスト2023。この会場の設備をしていたヴェルニー公園に行きまして、そこでこの、オクトーバーフェストの責任者の人に偶然声をかけてしまい、このイベントを知ることになりました。今回は12日から21日まで本当目白押しなんです。3つありますので簡単にご紹介します。この、 責任者の方とお話ししたオクトーバーフェストっていうのは、横浜の赤レンガの方でよくやっていらっしゃるドイツのフェスですね。それでビールが60種類用意されて、でそのソーセージとか他の食べ物もたくさん用意してあるそうです。そして舞台が用意されるようで、そこでダンスや歌やなんかそういうパフォーマンスを行われるそうです。横須賀海軍基地の何でしょう、ブラスバンドかそういう方々も参加して、とても賑やかに、行われるようです。この12日から21日までの開催なので、すごい建物なんかもがっしりしたものを今用意してました。お酒を飲むということなので、夕方16時から、平日は21時までということなんですけれども、目の前が海なので、海って言ってもまあ内海なんですよね。潮風もとてもいいですってし、一番いい気候の時期だと思います。なんか上着を羽織った方がいいかなとは思いますけど、夜の雰囲気は本当にいいと思います。それでこの責任者の方が本当このフェスをやるのに一番のいい場所を見つけたって喜んでらっしゃいましたので、なんか今回初めてやるのかな、まあドイツのお祭りですね。1週間前かな、 なんですけど、バラが満開です。ちょっと盛りすぎましたけど、まだ今日もたくさんの方がカメラ向けてました。なのでバラのお好きな方、だからバラは咲いてるわ、目の前海だわ、風景は異国情緒たっぷりだわ、まあ、外国人の方もいらっしゃるかもしれません。これが一つ目です。でこのよくやるんです、横須賀 のカレーフェスティバル、まあ、海軍カレーがここ発祥地なので、自衛隊の、それでこれ鉢合わせするんですね、20日21って。そしたらその責任者の方がヴェルニー公園っていう、まあ、潮入りのところからシャトルバスが三笠公園っていう、この三笠っていうまあ、昔有名だった今も船が展示して乗れるんですけど、そこまで割とあるんですね、歩くと。なのでシャトルバスで行けますということで、昼カレーを食べて、夜ドイツフェスで、ビールと、ソーセージを食べるというのもいいかもしれません。3番目なんですけども、自衛隊の自衛艦寄港のクルーズ 4days っていうのも行われるそうなんですね。これはオクトーバーフェス、ドイツ のお祭りとコラボしてるそうなんですけど、このことについて私もよく聞いてないんですけど、チェックしたら船に乗れるみたいですね、自衛隊の艦船に。で大人が3000円、子供が1500円とかいろいろあるみたいなんですけど、この、横須賀のイベント検索してみてください。目白押しです。もし気になる方や行ってみたいと思われる方は、この3つのイベントどうぞお楽しみください。ドイツフェスはちょっと関係者の人と今日お話ししちゃったので行こうかなと思います。という私
お酒が飲めません。下戸なんです。アルコールのアレルギーがあってとても残念です。で今日は、これから、行われる横須賀の3つの大きなイベントについてお知らせしました。 I see you later. Bye.